さあ場内が騒然としてきました。スターターが壇上、それから赤い旗が振られてファンファーレです。再び流れた G1 のファンファーレ、ゴールデンジュビリーデー、これからジャパンカップターフ。さあ先に何かを生かせたいというふうに吉田さん先ほどおっしゃいましたが、展開としてはどうなんでしょうね。そうですね、マグナーテン、日本ではまあマグナーテン、それから、当選ダンディ、菊花賞馬のデルタブルースターあたりも前期待したと思うんですけれどもね、ファーズコートというのもなんかちょっと先行しそうですね。そのあたりがどういうふうに、ね、このステンサーが出るかですけれども、さああと何頭ぐらいですか長谷川さん。はい、キス番大体終わりましたので、あとデュース番の残り半分といったところになりますね、はい、続々と収まっていて非常に順調です。外国馬の中では東さん、はい、パドックでもご覧になって気になる馬というのはどうですか。 やはり牝馬のリュンドールですね。リュンドールね、はい、これが落ち着いていましたからね。はい、宮家さんあと1頭ですね。最後に16番の王さん、これで16頭の枠入り体制が完了いたします。第24回ジャパンカップ今スタートが切られました。ちょっとばらついたスタートになりましたが、さあ先行争い、オスノバルク、ゼンノロブロイは好スタートを切っています。マグナーテンが取り立てていくという感じではありませんが、押し出されて先頭か、外の方からは13番の当選ダンディの前に行く、その後ろ10番のコスモバルクは3番手、さあどうか、果たしてコスモバルク、ルネールとの折り合いはどうでしょうか。現在3番手、そしてその後ろ、ここに9番のゼンノロブロイ、ちょうど中段あたりというところに人気どころはつけています。さあ1コーナーから2コーナーにやや縦長の展開になってまいりました。岡部幸男マグナーテンです。これから向こう流しに入っていく、そして1番人気のゼンノロブロイはちょうど中段あたりに控えています。これがゼンノロブロイです。さあ向こう流しに入っていく16頭、ジャパンカップのペースはどうでしょう。この縦長の展開、ややペースは速くなってきているんでしょうか。先頭に立っているのはマグナーテン、岡部幸男が先頭に立っています。その後ろは大きく空きました、4馬身から5馬身相手、コスモバルクは2番手、さあルメールとの折り合いはどうか。3番手13番の当選ダンディ、シミラクレが続いている、その後ろにフェニックスリーチーズバ、そしてプリシーメーカーがいて、インコースにリルドール、フランスは2頭が並んでいっている、ゼンノロブロイはこの中段につけています。そしてデルタブルース菊花賞馬、さらにその向こう側から成田センチュリー、その後ろでありますが8番のエルノバがつけています。外から上がっていく王さん、イギリス馬、そしてその後ろにパワーズコート、パワーズコートは後方に控えている。さあ15番のパワーズコートは後方に控える形になっています。3コーナーから4コーナーにまだ縦長、まだ縦長、マグナーテン岡部幸男が逃げ追っている。3コーナーから4コーナーに、そしてコスモブロックが2番手、シミラクルが3番手に上がってきている、その後ろ13番の当選ダンディ、そしてポリシーメーカーが動いている。そしてその後ろ黄色い帽子、ゼンノロブロイ、オリビエ・フェリエは中段からやや外めに押し出してきた。4コーナーをカーブして直線コースに入っている、コスモバルク先頭か、コスモバルク先頭に立ったか、そして真ん中を割ってやってくるポリシーメーカー、ポリシーメーカー、シミラクル、さらにはゼンノロブロイ飛び込んできた、成田センチュリーは外から大外からパワースコートが来ているぞ。さあ先頭はここでロブロイだ、ここでゼンノロブロイ先頭に立った、ポリシーメーカー、コスモバルクは内でどうだ、伸びるかどうか、先頭はゼンノロブロイ、ゼンノロブロイ先頭、コスモバルク2番手か、ポリシーメーカー2番手、ポリシーメーカー2番手、先頭はゼンノロブロイ、ゼンノロブロイだ、これはぶっちぎった、強い、ゼンノロブロイ1着、2着はコスモバルクだ。勝ったのはゼンノロブロイ、日本総大賞史上3頭目、天皇賞ジャパンカップ連覇。さあウイニングランです。ゼンノロブロイとオリビエ・ペリエ、初来日からちょうど10年目、このペリエがこのジャパンカップはジャングルポケット2001年で制覇しているんですが、実は去年おととし、あのシンボリクリスエスで2年連続3着。東さん、ペリエにとっては非常に悔しい思いがあるんですね、ジャパンカップはね。シンボリクリスエスに非常に、思い入れのあるこのペリエが、あのクリスエスで勝てなかったこのジャパンカップ、今回はどうしても勝ちたいというふうに話していたこのペリエですが、見事な騎乗、そしてゼンノロブロイの強さを見せつけました。
そして藤沢調教師も同じですかね、吉田さんね。そうですね、なかなか勝てなかったですもんね、このジャパンカップは。10万人を超えるファンが見つめたこのゴールデンジュビリーで、今日2つ目の G1 第24回ジャパンカップを制したのは禅のロブロイです。2000年3月27日白老ファームの生産です。鞍上はフランスのオリビエ・ペリエ、馬主は大迫忍さん、そして美穂藤沢和夫調教師の管理馬です。見事に禅のロブロイジャパンカップを制しましたオリビエ・ペリエ騎手です。おめでとうございました。ありがとうございます。ついにジャパンカップ勝ちました。ファイナルヒワンジャパンカップ。 Yes, we try last year 1年前、2年前、3番、Today, okay, I got it. 今日は相当自信があったんじゃないですか。Much confidence today, right? Yes, the horse is well and he's very relaxed and better confidence. あの馬の状態も良かったですね。とてもリラックスしてましたしね。あの前回よりも馬良くなってましたね。ただ外国からの馬がいるわけで、一番ライバルの中でも気をつけた馬っていうのは一頭挙げるとしたら誰でしょう。Which horse you have to pick up before the race as a danger? Not really. I don't choose any horses. どんな馬も気にしてなかったですね。自分のレースをすれば勝てるという気持ちでしたか。 If you ride to the right race, you're gonna win. Yes, and just show some horses which one move and that's it. あと道中ね、どういう馬がどういう動きをするのかだけを気をつけてましたね。天皇賞の時よりも今回禅のロブロイさらにパワーアップしたという感じなんでしょうか。 Has he improved since the 天皇賞? I think you know, he stay and good mentality and he's very well. ね、あの距離も持ちますし、あのなんつっても性格がいいですからね。とてもいい馬だと思いますよ。さあこのまま続けてもう一つ暮れの G1 も取れそうですか。I think you have a chance to win three group ones at the end. はい。とにかくファンが多い馬ですので、改めて日本のファンに向けて一言メッセージをお願いします。Thank you very much for all the fans coming here today and see Zeno Robloy and I hope I see you for Ari Makina. 本当にたくさんの皆さん、ゼノロブロイを見に来てくれてありがとうございました。またあのアリマ記念でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、どうも。